アンリピレンヌアンリピレンヌは、ベルギーの代表的歴史家である。ベルギー東部のベルビエに生まれ、リエージュ大学で学ぶ。1883年から1885年に、かけてパリ・ライプツヒベルリンに留学し、カールゴット・ハルト・ランプレヒトのドイツ中世、経済史研究に刺激を受ける。1886年に24歳の若さで、ヘント大学教授に就任し、 それ以来1931年までこの大学を離れることがなかった。1895年にベルギー史文献ビブリオグラフィーデリストアールでベルジックを出版。これはランプレヒトの資料収集、紹介に習い、また彼の大著、ベルギー史につながり、ベルギー国家成立の独自性を探求するために必須の作業でもあった。第一次世界大戦時に、 ドイツのベルギー占領に対する非暴力、抵抗運動のリーダーでもあったため、ドイツ軍により抑留生活を強いられたが、このまま収容所で歴史のセミナールを主催し、この時の講義は後にヨーロッパの歴史として結実し、西ローマ帝国の解体からルネサンスまでを扱った壮大な外観となっている。ベルギーのみならず、ヨーロッパの各大学から名誉博士号を受け、 歴史論争の中心人物であり、ベルギーの愛国者としても、精力的に活躍した。現在のベルギーピレンヌの文体は明快で、親しみやすく、複雑な現象体系に頼ることなく、事実をもって語らせたところに、彼の歴史家としての優れた資質が現れている。ありがとうございます。